アンサンブルドスドスフェスティ。ノリノリで踊っててしまった。夢がやさがらる歌が現れる新しい人生。オープニングでした。やっやっ、僕は Thank you.
そうだね、そうだね。うん、これで両耳で聞いて心地いい音量になったね。それではやっていこう。なにどうしたの？僕に何か用事でもあるのかな？とりあえずこの新入社員研修を確認していきましょう。ああ。ですね、よくわかりはないですね。シフトというのは、はいはいはい、なぜサポートをすることも多いでしょう。よろしくお願いします、ね。研修員に頼まれたので、お仕事の説明をしに来ました。相手たちに聞くか仕方ないだけ、プロデュースして彼らを送り出して、信じられたまで説明もてる気はありませんが、終わった頃についてちゃんと迎えに行ってあげるんですよ。なるほど。お仕事を選択した完了するのを待とう。お仕事っていうのは一体何があるんだい？しかし固まってしまっているのだい。それじゃ、それじゃお仕事頑張るね。なるほど、こういう感じでノーマルカードがあるわけですね。今現段階でこの子人気ですよね。私の周りこの子好きな人めっちゃ多いんですけど。へっへっ、グミンドも新刊させてやるよ。さあ、フェスプロデュースをやってみましょう。ああ。研修員は何かと忙しそうだから、忙しいそうだから、ここからは俺が説明するぞ。今年はピンク館に所属する相模神だ。改めてよろしくな。うんうん。俺はこのアンサンブルスクエア事業部でアイドルのサポートをすることになったんだ。夢の先学院の教師やスポーツドクターもやってるから、困ったことがあったら何でも聞いてくれ。さて。まずはプロデュースの仕方を説明するぞ。うんうん。これはドリフェス、なんかドリフェスって昔ゲームありましたよね、懐かしい。ドリームライブフルスコアシステム、新しいライブの採点形式。レッスンを繰り返して、最後のドリフェスでいかに高い得点を出せるかがアイドルの成長が図られる。おアンサンブルスケアではそういうプロデュースシステムが導入されたんだ。うんうんうん、ドリフェスのハイスコアを狙いに行くまし、アイドルからのお願いを答えるよし、気になるアイドルを買って、重点的にレッスンするのもよし。とにかく失敗はないからいろいろやってみて慣れるのが一番だな。難しいものではないから、あとはこれでもやってみてくれという感じでやっていこうと思います。レッスンでノーツ集め、ミニトークが発生し、アピールスターをゲットする。やるだけやる。あ、 AP ないやん。しまった、子供たちを出しているから AP がない。
るほどね。 AP 教師だからと言って、と両方に必要、ね、遠慮はいりませんからね。なんだい、お呼びかい。アピールトーク、チーズ、チーズ。あれは見ての通りタイミングしてるっす。えらいね。プロデューサーに褒められると嬉しくなるっすね。なんだい、呼んだかい。こんにちは。こんにちは。ちょっとお茶を入れたところなんで、ちょっと飲みません。これでさ、さっき飲んできちゃってを選んだらさ、きついよね。これなんていいですよ、いい香りの茶なのでリラックスしてもらえたら嬉しいです。なるほどなるほど。お、なんだい、まことくん、呼んだかい。ありがとう、ありがとう。お茶入れてくれてありがとう。お部屋に合わせて魅力茶にしてくれたんだね。緑茶って言っちゃった。ほう、聞かずに飲んだ僕が悪いし、プロデューサーちゃんが謝らなくていいよ。なんだい、まことくん。ありがとう、ありがとう。これで違うのにしよう。ただみんなは緑茶だよね。うんうんうん。これは一体何なのか分かる人教えてください。ミニトーク課題とクリア前編。ここにもない。最後に立ち寄ったのダンスルームだから絶対あるはずなのに。おお、あ、プロデューサーちょうどいいところに。あ、なんで僕の頭を撫でたの。落ち込んでるみたいな感じだったから慰めたって。はあ、でも落ち込んでる私からだけど、僕ももう先輩の立場なんだからね。えへん。ダリフェススタート。出番っすね。パワー全開でいくっす。なるほどな。レベルアップ。レベルアップ。なるほど、達成された課題があるということで受け取りましょう。コードの設定は後でやっておきましょう。ということで、とりあえず今回はここまでかな。とりあえず今回はここまで。また次回のアンサンブルスターズでお会いしましょう。またね。あ、以上ミサペコでした。しばらくゲームでも出ようかな。やってみたいなら端末を貸すけ ど、君もどう。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、こちら
らの方もどうぞよろしくお願いします。ということで、ミサペコでした。またね、バイバイ。